皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。ミンです。今回はオールクリアドカン引いていきましょう。そのためにまずはタイムアタック走っていきます。ここ最近ですね、ハムちゃんのお話をしてなかったと思うんですけれども、あのね、多頭飼いって言って、あの2匹3匹一緒にね飼えるっていう種類を飼ってるんですよ。で3匹いて、で2匹はねそうなんですけど、1匹は多頭飼いに向いていない種類ではあるので、まあ、その辺をねちょっと考えてって2匹と1匹っていう風にやってたんですけど、2匹入ってたそのハムちゃんたちがですね、前喧嘩したんですよ。で喧嘩してちょっと、まあ、血が出るような感じのね、まあ、痛々しい感じになっちゃったから、まあ、別のケージに移してたんですけど、やばい2個使っちゃったなんですけど、とりあえずこの前ね、またケージの掃除をした際に、いやもうそろそろいいんじゃないかなって、やばいなこれなんかそのね、喧嘩の原因もまあいわゆる発情期っていうのが関係してるみたいだったので、まあ、ちょっとその間は話しとこうかなって思って話してたんですけど、この前さ一緒に入れたらさ、やっぱり今まで一緒に住んでたりとかしてたわけじゃないですか。しかも兄弟なわけよ。まあ、兄弟ってメスとメスなんだけどね姉妹なわけよ。だからさ、まあ、多分どこかに記憶のね片隅にはいたのかなって思うんだけど、もうずっとさ手と手を合わせる感じでさ、なんかじゃれてんの、めっちゃ可愛くてまあ見てる分にはね可愛いんだけど、やっぱり噛まれたりするのはね、もうアレルギー持っちゃってる状態で噛まれちゃったりするとアナフィラキシーとかね起きちゃうのって、まあ、手袋とかをしたり、まあ、マスクをしたりとかしたんですけど、まあとりあえず1分半これいけたかな。なんかねめちゃめちゃ手合わせる感じ、ずっとねハイタッチしてるみたいな、アルプス1万弱やってるような状態だったよ。ということでオールカップクリア引いていきます。なんかオールクリアドカンって出てこないのがさ、ちょっと寂しいよなって思うわ最近。お、パステルマカロン。ではでは無料ドカンの丸2の方をね引いていきましょう。やっぱさ姉妹でかけ離れててさ、たまに会うと嬉しいみたいな、そういうのは人間以外にもあるんだろうね。 DK ジャンボ。まあ言ってもさ、ずっと隣のケージには入れてたんだけどケージは隣同士にいたんだけどね。はい、ということでこれで何か出てくるかな。来ない、スケルバギー。また喧嘩したら話す感じにねしていくのが一番いいのかなということで、今回はかなり短め、動画時間もしかしたら1分半とか2分になってるかもしれませんが、あ違うわ、最後話そうと思ったんだ。次回ツアーは VS ツアーが来ますね。ピーチ VS クッパ。いやまさかのこの2人かって思ったよ。チームピーチにはピーチはもちろん、チームクッパにはクッパはもちろん、なんかヨッシーとかヘイホーがクッパチームか。なんかクッパの方が人気出そうな気はするんだけど、でもさこのなんかハテナボックスいるね。これミースーツ新しいやつ？これはさシルバーブロンズゴールドスーツからのハテナボックススーツ？またミッションクリアでする系のやつかな。無理なんだけど、まだシルバーしかもらえてない気がする私マジ無理だよ、そこまで多分上り詰めるのだいぶきついよね。なんですが今まではねちょっとこのチームピーチチームクッパ、このリーダーを好きな方を選んでたんだけど、まあね皆さんのね選別方法がさ、まあコインボックス多いとかね、あとはなんかこのキャラが好きなのがいるからっていうのがあるからさ、私も今回はそれを見習って好きなキャラがいるからこれにしようかなってこっちのチームにしようかなっていう風に決めてみようかなってちょっと思ってます。いやそのねやり方だとねだいぶね偏りそうで怖いんですが、まあ、次の VS ツアー楽しみにしておきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。